はい、皆さん、毎度毎度。はい、宿毛矯正ね。業名の宿毛矯正の間はね、180度きっちり出るからね。はい、それでね、毛先を何回も何回もね、かけると単化するっていう話ね。単化墨って感じで書くんだよね。墨に化けるってね。自分がやってきたね、経験から言うと、単化するっていう感じは全くないね。まあ、どっかの誰か美容師が、 な、なんかネットかなんかで書いたか言ったかしたんでしょ単価するとかなんとかって。どういう状態を単価っていうのかちょっとわかんないんだよね。前、YouTube の、かな、ブログかな、180度のテンプラ油の中に髪の毛の束ぶち込んでる人いたけどね。そんでこんなになっちゃったってね。まあ、同じ180度でもアイロンの180度と、 油の180度ってのはなんか違うよね。何が違うのって言われたら具体的には言えないけど、アイロンの180度ってのは、油の180度の中にドブ漬けと比べたら大したことないよね。180度のアイロンでね、うちはもう全部やっちまうんだけど、毛先まで。別に単価するっていう現象は起きないね。多分、その単価って、ビビリ毛のこと言ってんじゃないかなと思うんだ。ビビリ毛になって毛が切れるでしょ毛先がボロ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 。そのこと単価って言ってんじゃないかな。 まあそうやってね、単価とは言わないね。ビビリ毛になってしまった毛はね、もう治らないから切るしかね。割れた爪と一緒だと考えた方がいいよね。もう爪はね、割れちゃうともう、まあ瞬間接着剤で貼ればいいけどね。基本的にもう修復しないからね。髪の毛の場合は美容師が、これがまたネットで流行ったんだよね。ビビリ網修復とか。で、ディーラーがさ、ここぞとばかりにさ、なんか何か、わけわかんねえ化学薬品売りつける で、それ塗ったくって美容師がアイロンかけるからまたさらに痛んで、ビビリモ予備軍がビビリモンになっていくビビリモン予備軍はね、何もしなかったら予備軍のまんま、とりあえずはビビらずに、まあ、済む毛先はね、やっぱり痛みやすい、炭化しやすいとか、ビビりやすいとか言ってね、温度低い、ね。 アイロンかける方いるけどね。あと、布巻いてかける人もいるよね。それはそれでいいんだけど、結構ね、めんどくさいの、ね、よ。そんなアイロンさ、準備すんのさ、2台も3台も。だからうちなんかは180度のまんま根元と毛先のスピードで調整していくまあ、どのぐらい調整ってのが効いてるのかわかんないけどね。お客様の髪の毛をね、炭化させたり、ビビり物にさせたりしないようにするには、とにかくね、薬はつけない。動画のお嬢さんみたいな場合だったら、 2ヶ月おきに来るから、まあ、根元2センチは新生も。で、前回かけた分2センチ、だから合計4,5センチ、塗布するような感じかな。今の強制の薬はね、2回かけるとほぼまっすぐで元に戻らない。で、2回までは痛みがそれほど発生しないっていう、ちゃんとね、メーカーの企業努力でね、調整されてる気がするね。で、そっから先の毛先はもう塗布しない。まあ、洗うとき一液が流れてつくぐらい とにかくね、宿毛競争やね、髪をね、損傷させないってことだよね。まず、まず一番はね。ね、こちらのお嬢さんね。ちょっとね、運動本気でやってるからね、ショートヘアになっちゃったけどね。まあ2ミリぐらいのロットかな。出かけたようなパンチマーマなんだよね、根元がね。まあそれでもね、ルリアルのね、エクステンソでね。まあ十分伸びるミルボンよりルリアルのが強いかなと思ってんだよ、最近。いや、みんなどう感じるかわかんないけどね。はい、お疲れ様でした。